桜井翔が総合司会を務める音楽特番ザ・ミュージック・デイ20247月6日土曜日昼3時夜10時54分日本テレビ系立場幕張メッセから生放送同番組に出演する b ファーストからインタビューが到着した写真桜井翔が内話を持つザ・ミュージック・デイ2024メインビジュアル8時間生放送日テレ系夏の音楽の祭典 ザ・ミュージック・デーは、日テレ系夏の音楽の祭典。総60組を超えるアーティストが登場し、夏の始まりに熱く燃える8時間生ライブを繰り広げる。今回は、サプライズをテーマに、驚きや感動が盛りだくさんな内容となる。コラボの特別ステージも B、ファーストは、マスタープランをパフォーマンス。さらに、ソータは、幼馴染み、3人によるキングプリンス。 1, 1番トビーファーストブンブンバック SP ステージ両機は世界的ラップソングとリビューとコラボメドレーに出演番組出演前にコメントを寄せた今日のパフォーマンスや衣装など視聴者の方へお伝えしたい注目ポイントは何ですか「マナとマスタープラン」は何度も披露させていただいていて佳境に入ったくらいだと思うんですけどよりヒップホップ色を意識して僕らの今年 を確実に色付けてくれた曲です何より今日の衣装は最初で最後のものなので、それを含めパフォーマンスを見てほしいです。そうたさんは、高橋海斗さん、キングプリンス、海田さんと、幼馴染、3人で披露するキングプリンス、1番、トビー、ファースト、ブンブンバック、SP ステージに出演されます。ステージへの出演、3人ではどんな話をされてきましたか そうた、僕たちがキッズの頃、めちゃくちゃダンスは盛り上がってたし、あの頃、めっちゃかっこいいスタイルがいっぱいあったよね、というような話をすごいしています。当時していたダンスの、ジャンルは3人とも全然違っていたんですが、キッズを抜けて今再会したらなぜかスタイルが似ていたというエモさがありました。生放送でできることをすごく嬉しく思うので、ぶちかましたいと思います。うきさんは、 世界的ラップソングとリビューとコラボメドレーに出演し、3代目 JSOULBROTHERS、エリーさん、ストーンズ、田中樹さんと、ルーズユアセルフ、エリーさん、田中さん、20、z i u まゆかさん、リマさんとパンプイットを披露されます。このメドレーへの思いを教えてください。「良きルーズユアセルフは本当に大好きな曲で、カバーの形で地上波で披露させていただく日が来ると思っていなかったので、 すごく楽しみにしていました。こんな機会をいただけたことを本当にありがたく思いますし、さらに事務所の垣根を越えたコラボということで、アーティストの方々と共演できることを本当に嬉しく思います。今日限りの特別なステージになるんじゃないかと思っていますので、ぜひ楽しみにしていただきたいですし、ぶちかまします。最後に、視聴者の皆様に向けて意気込みをお願いします。 ジュノンドーム公演の時からパフォーマンスしてきたマスタープラン。ここに来て最高のパフォーマンスできるように今日は頑張ります。高橋海斗の校は正しくは、はしご校。